お待たせいたしました。本日は第41期十段戦ベスト16シータク4回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます松田彩香です。解説は第39期鳳凰位広柴田プロが務めます。柴田プロ、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速対局場の準備ができたようです。第41期十段戦ベスト16シータク4回戦対局がスタートとなりました。4回戦並び順はチーチャより手塚、ナンチャ日吉、チャーチャ魚谷、ペーチャ古川の順でスタートとなっております。なおルールは一発裏ドラカンドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルール、ハンチャン5回を戦い上位2名がベスト8へ進出です。手塚の親番ドラ数層です。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。チュンといつは手塚のハイパイ、なんちゃです日吉、2メンツ完成、シャーチャー大谷です、白が重なりました。ペーチャ古川はこちらはマンズが後継です。3回戦を終えて1回戦ラスだった古川がね、うん、抜けてきましたね。そうですね、プラス 34.7 ポイント現状、トータル首位に立っています。多分ここからまあ後半戦なるにつれみんな力を入れてくるんでしょうけど、それとは逆に古川さんは力を抜いてくるんじゃないかな。古川さんはもう2回戦3回戦に力を相当使って注いでるじゃないですか。そうですね、うん、ここを置くと古川さんはほぼ同格になるんじゃないのかな。相当、うん、準決勝には近づく。そうね、とはいえ勝つパターンだいぶあるんで、ここは全力って感じでは僕はないと思うんですけどね。うーん、まあ全力多分出してない気ですけどね、最初からなんか自分なりにリスク管理しながら局面を見ている感じがします。もう3回戦のオーラスもね、非常に冷静な判断で、うん、チュンをね止めて、うんっていうシーンもありました。でも他の選手は見た目で分かると思います、力が入ってる感じが。うーん、多分ね、この4回戦は、4回戦、まあそうね、 2-3 でちょっとみんな力を抜いてた感じがこの結果につながってるから、現状の。うん、そして日吉天杯リーチとなりました。ウッパー総待ちです。ピンフドライチ上がりたいね。上がりたい、大側だからね日吉さんは。うん、三山です。積もった、一発はないですけれどねリーチピンフツモドライチ1300-2600の上がりは日吉、三山あっさりと積もり上がりました。うん、ちょっと景色変わるかもね、ここで。めちゃくちゃ大きい上がりです。トン2局親番は日吉、表情も良かったですよね。うーん、クッとしたね、表情してますね。ドラはパーピン、マンズ一メンツ、パーピンか。パーピンなら盛り上がりましたけどね。パーピンなら盛り上がったね。こちらは4トイツ大谷。ドラ。どうする？どう？大谷は役牌、初からの切り出し。チートイツもありそうな手牌でした。古川です。古川さん、でもまあ古川さんの手牌じゃないですね、あれはね。仕掛けとかはねできないんでね。ちょっと一気通貫は見えてきましたが、9万打ち、おっと、いいシャンテンです。白のポンテンも取れますが、なんかポンするにはもったいないとも取れますね。どうするんでしょうか、手塚の選択。
2000点じゃちょっとね。ドラドラ。本一まで。泣いて本一行くかもね。うん、ただEピンがね気になるの1枚切れ。Eピンポンもありますよね。うん。ニャーマン引いたらそのまま、あEピンポンだろうなこれは。ポンした。いいシャンテン。もういつドラドラ。よしさんのパーピンがない。そして魚谷はこれでいいシャンテンチートイツドラドラ。そうなんですよね、日吉が欲しいカンパーピンは山には残っていない。このターツ外すことはほぼなさそうなんですかね。どうかな、よっぽどですよね。あれ数何個あるのかないのか、あるのかないのか。9万1切れシャー1切れ、シャーも1枚切れ、まあとりあえず引くかもしれないしね。もしかするとね、これで9万が出る。仕掛けはせずですね。もう3ピン残さず。ということはドラドラは使い切ってやろうという。うん、なんか鎮逸の渡りも一応ありますけどね。ああ鎮逸ですか、うん。手塚の手牌ですね。うん、この次。まあこういうつもりですよね。まあペンスーピンになっちゃうけどね。そうですね。もしくはパーピン切ってイースーピンテンパイなんかあるけど。イーピンはもう4枚見えてるわけですもんね。うん、その代わり、あでも3万を引っ張って、はい、これでテンパイ。ペンカンチーピン、本一ドラドラ。ヒューさんもう払うとアウトだね、ここは。まあまあ、ドラパーピンなだけにね。しばらくは払われないような気もします、うん、チーピンは1枚か1枚だけ。魚谷は危ないですね、持ってきたらね、パーピン切るもあるな。パーピンを切るとシャンポン待ち、ピン開く。パーピンあるよね、うん、パーピンもありそうでしたね。まあ、こうすればウーピン引きに対応できますね、一応ね。ウーピン引いて間違いがある、うん。チーピンは自分自身2枚見えててちょっと上がりづらい。うん、はい。お？泣けない手かと思いきや単野を仕掛けていきます。いつの間にかね単野になってたね。古川さんの手じゃないなんて言って、はい、言ってたけど。そんなことはないと。いつの間にか単野に。古川の手になっていました。単野をいいシャンテン。チーピンは古川は一旦助かりそうですが、危ないのは日吉。ああ天敗だ。カンパーピンリーチ、山には残っていません。チーピン山に残り1枚なので、ただ下ろせるかもしれないね、うん、下ろせるかも相手はね。まあ手塚さん下ろせないでしょうけど、なかなか手塚だて。ああ積もった。おお間違いなかったね。ああ難しい選択、見事積も上がりました。手塚の上がり本一ドラドラ23900の上がり。シャンポンの選択もあったもんね。あった中でローピン積もぎったんでしたっけ。ローピン積もぎりました ね、キューピンじゃなくてローピンの方を切って、まあ、9ピン手出しだとちょっとヒントになっちゃうしね。うん、せっかく3万引っ張ったんだったら。そうですね、うん、トン三局へと移ります。大谷の親バンドラチーピン良さそう。古川こちらも2面使わせ丸見え678、うん、1面使わせ日吉です。親の大谷が一番悪いか。悪い、なるほど。手塚さんとね日吉さんが後半身だからね、大谷さんちょっとこの半ちゃん苦しくなりそうですよね。そうですね、うん、日吉さんポイントもうちょっと欲しいか。ただ縦球に重なってきた日吉。ルカさんも早いよ。早いですね。あうわすごい手、すごいの来た。ウッパーマウッパーピン、ウッパーマウッパーピンめっちゃいますよ。うん、
まあ、この順目ですからね。6順内はリーチそうだね。いやーしそうですね。さらに広くなる。パーピン引いて、でもダマで8万で金もあるけどね。リーチどうなんですかね。しそうなイメージあるよね。うーん、親ば大谷もいいシャンテン。くっつき、くっつき、さすがに1万か。引いた、引いた、リーチだ、リーチだ、6順内うっそれかパーフィンでね、はい、高め安めですよね。安め3球じゃちょっとね不満ですよね。うん、あの手配、ウッパーピン待ち。パーピンは高め3色がつきます。パーピン出たらハネマンだよ。ハネマン、しかもさっきも言ったんですけど、めちゃくちゃいるです。パーピンがね4山パーピン4枚、ウーピンも1枚、5山ウオタに危ない5枚。まっすぐ行くか、E ピン9万。じゃあ5分の4でハネマンだね。5分の4でハネマン、うん、ほぼハネマン。5分の4はね8割だからね。手塚連続で勝負手、8割レインボーだよ。8割レインボーだ。8割もある。上がり率じゃないけど、上がった時はね、上がった時 ね、そうです。大谷はインシャンテンどう組むかですね。おそらくリャンマンは言ってる、安牌はない。いや、数層を通ってるね。数層1枚、うん、E ピンはワンチャンス。じゃあ E ピンか何かですか。数層切っちゃうとチートイで3ピン勝負ですけど、うん、リャンゾー、リャンゾー、つもり3個気は残っています。大谷、ウッパーピン、あ、1枚減った。これはね、日吉さん打つ手じゃないからね。日吉の手からはまだ打たれない。ここも関数ピンで転廃してますね。古川です。外していきました。役なし。さあ、まあ慎重に、うん、あー、パーピン、パーピン危ない。ドラマ滝、パーピンだ。手塚の上がり、リーチタイヤをピンフ三色、ドラ1万2000。現状トータル2着目だった魚谷からの直撃で上がりを決めました、ね、魚谷ポン4局です。魚さんはだいぶいい位置に来たね。こちらですね、ポイント状況。古川さんに並ぶ勢いで、はい、プラス 20.6 ポイントと、かなり好位置につけたのは手塚。そう、ね、このまま古川さんの2万が面白いことになってちょっと危ないかもしれないですねはい、カタってなってますけど、満足した目、楽しんじゃってるじゃんおかしいじゃん。ドラから打ちましたか、古川さん。ドラの E ピンからの選択でした。いや、実りましたね、手塚さんね。うーん、ここでも古川さんを超えるとだいぶ楽ですね。さらにね、宅内地が最終戦だいぶ楽になりますけど、やっぱ逃がしてもらえるようなね、うん、マークがね、うん、選択ももしかすると取られる可能性がある、うん、やっぱ2人にまくられてなかなかね、ないんで、このまま一気に5万点ぐらい加点できれば大きいですね、うん、一方日吉さん、大谷さんはね、大谷さんを、大谷さんじゃないや、手塚さんをね、うん、どうするかな。引いたイシャンテン、あ、テンパですね、関数層、うん、日吉さんは浮きたいね、最低でもね、この半ちゃんはね浮きたいですね。沈んじゃうとだいぶ3人抜かなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、魚谷はまだねチャンスはね、はい、まあ、このハンチャンある程度回復できれば後半ね、うん、手塚もテンパイ、ウッパーピン待ち、初ドラ1。親番古川も関数層でテンパイ、大谷はこれで役統一になりました。いっそピンフに変化。この脱力感よね、古川さんは全然ね力入ってないもんね、ん
ピンフのみで。でもこれリーチ打つ人もいるもんね。のーリーチピンフのみでね。高め単野で。ね。ありますね。楽になりたいしね、早くね。これ2、6、5、6、まあ序盤でもありましたけど。思ってるよりみんなリーチ打ちますよ、この手。いや、打ちそうですね。うん、やっぱりこの4回戦を終えてトータル首位にいたいっていう気持ちは ね、ここ浮いちゃえば決まるしね、浮いちゃえば、うん、大谷はペヤンコドラ1枚浮いているこの形です。ヤンシャンテン、あー詰まった。古川の上がりです。ピンフツも700オールの上がり。鈴鹿も仕掛けてテンパ入れていましたが、ここは古川の上がり、親番連ちゃんです。トン4局1本は ドラがローピンです。焦ってない感じがいいね、古川さんの本当に。この事前の作戦じゃないですけど、欲を出したら終わりだと。あ、言ってたの？あの、そうですね、SNS に書いてありましたね。欲を出しちゃいけない。今、役統一は大谷ですか？平白統一、南も統一。そうね、ドラ使うか本一にするかですか。どちらにしましょうか。ドラのローピンを使うまたは本一、そして日吉もこれで一歩前進。イーシャンテンはシャンポン家残してのこの形です。ドラドラ、どうするのが勝ち筋近いのかなって。手塚さんだったら難しいですね。古川さんが強いパターンは魚谷さんと日吉さんが結構展望やられちゃうから、それはそれで悪くないですよね。古川さんがこの後すごい頑張って、はいはい、それとどっちがいいか。あ、そしてドラのローピンかポンできましたが、これはペイもポンできます。魚谷、魚谷さんはここで満貫転敗、6万これ上がると大きいよ。大きい、はい、ここでね失ったね展望。1万2000少しでも取り返せるか魚谷。よし、ここでちょっと裏目の老僧、ようやくつも番が回ってきたと思ったら、ーパーピンかな。裏のローピンポンされているパーピン打ち、つもった。魚谷白ペイ本一、2400の上がり。ここは魚谷激しくなってきましたね。マンガも出るし、マンガも出るし、大きな大きなつも上がりを決めました。難入です。手塚の親番、ドラはシャー、親番手塚トン統一、うん、7、8、9あるけど、どうするか。7、8、9がある分、今ちょっと思い直していい間になりましたでしょうか。なんちゃ日吉です。うん、ちょっとバラバラ、ちょっとバラバラすぎるね。2面1組ソーズ1面2は魚谷、古川はソーズで2面詰めができましたか。 すごいサンド引いてるね。うん、いいサンド引きました。だけどチーピンからと。そうなんですよ ね。ここら辺のバランス感ですよね。ねえ、これはさすがに自敗切りたいけど、トンは役敗じゃないですけどね。ドラから積極的。そうね、まあこれが泣かれてもどうにか対処法があるという感じ。自信があると。自信があるとね。自信が、うん、
チートイツも見えてきました、うん、やっぱ連盟プロの中でも古川は相当フール率高いですよね。そうですね、うん、相当高い方じゃないですか。まあ、どうなんだろうね。 A1 だったら結構みんな負けじと高い人多い気がしますけど最近は負けじとね、うん、ピンフケ、そして手塚がトンをポンしてイーシャンテン両面両面です。この4回戦を終えた時点で何ポイントくらいにいるのがベストなんですかね、うん、この十段戦。ポイント、そうね、まあ30ポイントは欲しいですよね。あれはなんかちょっとホッとできるけど、ちょっと安心できるかなという、うん、プラ10とかでね並んでるのはさ、よくないじゃない。やっぱ持ってるんだったら30ぐらい欲しいですね、最終戦に向けて。現状のままだと36ポイント差で、うん、まあ上下差がどれぐらいかにもよりますけどね。あ、うん、今回だったら30ぐらい欲しいですよね。そうですね、うん、1人がすごい負けちゃってる展開とかもあるじゃないですか。ありますね、うん、3人でね2つの椅子を狙うみたいな展開。そう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 。あ、これ9万チーかな。あ、まだ切らない。電波椅子チーピン待ち。親の手塚が天敗です、うん、9万取って、まあ、古川さん9万打てるけど、古川さんのこのリャウマン2度キャそんなに良くないもんね。そうですね、チートいつもあるけど、うん、それで9万残したのかな、まだっていうことなんですかね。吉、うん、さんがやっと一面つか。あ、天敗。天敗。三万三品。三万三品役はありません。ただまあ手代わりありますからね。イーペイコー役ついたりもしますし。いや、まあでもあれか。さすがに手塚さん有利ですか。出上がりも効きますもん ね、数字ピン待ち。枚数自体もまだまだかなりありそうです。数ピン3枚、うん、スピン、うん、つま上がりになりました。内局は手塚のつま上がりトン500オールの上がりです。内局は日本場へと移ります。点数はいくらでも欲しいですからね。そうですね、ここ内局一本場手塚親番連ちゃん4万7千ぐらいか、4万7千か、はい、ちょうど4万7千手持ち、うん、ドラはローマンです。後ろ追いかけてくるのね、魚谷と日吉と、ね、できればね沈んでほしいですね、魚谷さんと日吉さんには。内局ボンバドラローマン、日吉の手配サントイツナンバトンバ役配じゃない。こちらも2トイツ大谷悪いドラを引きました古川です。マンズで一メンツ。大谷さん的にもここ現状ライバルのね手塚さんがね、うん、親で連チャンしてるからやっぱり早く落としたいですよね親を。いや早く落としたいと思います、うん、もう続けば続くほど嫌ですもんね、うん、この親今現状で
ね、40ポイントぐらい差がついたか。うーん、一上がり浮き丸引くと一気にまた変わっちゃいますけどね、上谷さんがね、浮いちゃえば。そうですね、現状ラス目のこのポイントだとだからね、うん、相当離れていますが、だから残り4局で浮きに回れればだいぶ接戦になりますからね。うーん、まだ何の一局、浮きも全然狙えるところです、うん、なんか私が以前大谷さんの実況した時に、はい、オーラスに倍満を積もられて、はい、あの負けたのがすごい記憶に残ってるらしくて、はいはいはい、なんか実況だと負ける気がするみたいな話をねあデス実況はいされてしまったんでねそんなことはないぞと思っているんですけど、1回の経験なんでね、はい、あるよね。ありますか？気にしてます？僕は気にしない。なんかたまにありますよね、うん、気にする人いるよね。僕全然気にしないです。 A2 の実況とかでも、うんうん、仕掛けていきました。古川ローソーのポンからなんか崩れて復活ですか？そうですね、ローソーポンしていいじゃんって。あ、危ない。実況者が2人くらいいるとね、どっちの実況の方があの勝率がいいとかね。あ、そういうの基本的にしたことない。誰かも気にしたことないな僕は。本当ですか、うん、気にする方もいて、言われると心痛くなるんですよね確かに佐々さんの実況じゃ今日勝てねえなみたいな。そう、そんなことはないですやめてよ、はい、そんなことはないですよって思うんですけど、なんだろうね、あんまりそこ、まあ結構僕は気にするんだけどそこ気にしたことないな。いやもう気にしないでください、うん、本当。あ、食べ物は気にするなあ、食べ物これ食べると負けるんだよなみたいなは気にします。以前あの日吉さんかな、多分あの、うん、ダブルヤクマンを上がったリーグ戦で、うんうんうん、時にあのダブルヤクマンを放獣した方がサンドイッチ食べたって聞いてから、私はリーグ戦前はサンドイッチは絶対食べないと。あ、なるほどね心に秘めてサンドイッチだけはあかんと思って、うん、お、3色ですか。魚谷徐々に手が進んできました。そして古川はこちらの手牌タンギャオイーシャンテン数万数ピン関数ピンスッチーピンにしました、食べ物。カレーはいいの悪いの説があるよね。カレーいいの悪いの。そんな説あるんですか。カレー初めて聞きましたよ。だって野球イチローはカレーを食うとか昔あったじゃないですか。ありますね。そうそうそう、あったんですけど。これカレー勝率悪いんで。あ、カレーダメなの。はい、ダメですね。僕はカレー勝率悪い。一応試しはしたんですね。試しはしてます。カレーの勝率悪すぎるんで。だからそこをなんか無駄に気にしてますね。はい。私もカレーは食べないように。しようと思った。あ、関数ピンですね、古川、うん、テンパイ。こちらもイーシャンテン、日吉。徐々に進んでいる大谷、これでイーシャンテン。7、8、9ね。はい、7、8、9。7、7、チーソーが薄いね。あー、チーソー薄いのか。でもまあ1枚。1枚はありますね。中さんはいやでもここ攻めたいですよね。リャンゾーリャンゾーかちょっと受け寄りの選択でしたかね、うん、チーソーのとことか、まあローソーポンに行ってるんで。あ、そうかそうか、うん、老朽層がないのか、うん、フリテンの老朽ピンのとこ残したのは、まあ、ここで振り切りたい。ここでリーチでしょうね。リーチです。リャングピン待ち。まあ一回パーソーか。いや、大谷これはピンチと取るかチャンスと取るか。リャングーピンはウーピンない。リャンピン2枚。さすがにいかん。ドラ2もあった。手塚の上がりです。リーチ2もドラ1、2000ゴールの上がり。大きいですよこれね。加点したいですもんね手塚。すでにビータクで敗退してしまった佐々
崎久人プロの思いも乗せてこのベスト16シータクチャレンジしています。なんと四段戦からの勝ち上がり、ね、手塚崎区です。南一局日本馬ドラワチーソー親番レンちゃんです。ハイパイこちら。お？良さそう。良さそう。3面図ありそうですね。うん、初統一は日吉。いやーちゃんたが遠くに見えるけどどうしようかなって感じですよね。でもウソウソやりすぎかなみたいな。やりすぎかなみたいなありますね。親連チャン中だしね、親の連チャンを止めるのも大事だしっていうのが日吉さんの手ですか。状況的には止めたいですよねこの親の連チャン、うん、ただポイント、ええ、マイナス36浮かないことにはね始まらないですか日吉さんは。ここど何が何でも浮きたいハンちゃんですね、うん、トータルトップだ手塚さん。ほんとだ、ルカさん超えたんだ。トータルポイントトップが手塚に変わりました、うん、もある。どうするか。どうする日吉。打点なのか。上がりやすさなのか。ドラが小そう。自分に問いかけてるね。今も。9万。日吉何なんだと。日吉何なんだ。どこを狙うんだ。問いかけてるかもしれません。実況してるかも、ね。実況してるかも。うわ。いやー来てる。ドラ受け残してパーソー残し。ヤンゾー3枚見えてましたからね。ヤンゾーも3枚見えてる。なんで3ゾー取れました。いやこれリーチ来そうですね手塚さん。いや来ますよ、もう来る。あーただここも来てる。カンパーマンいいとこ引いて。これはまあしょうがないよね。ヤンゾーないしほとんど。ね、3枚見えの管理ヤンゾーはねそんなに価値もないでしょう。いやー魚谷ここ来てるけどやっぱ親が早いですよね。あーなんかすごいの引いた。イーシャンテンかなり広いですよ。めちゃくちゃ広い。これ親抜いたかもしれないですねどうだろうね、うん、いい勝負本当にいい勝負いい勝負これは。どっちが転敗するか。リーチと言ってしまえば古川は止まるかもしれません。いやー日吉どうする。初はする5万か。5万だ。二刺しもある。いつも二刺しもある。打点が欲しいってね。引けず、うん、なかなか引けない。さあ今度はこっちのターン、うん、んそんなに良くないな、うん、そんなに。いや魚谷も全然進まない。お天敗下がスチーソーでリーチとかもあるか、ね、リーチ打ちました。高めドラスチーソーでのリーチ。いやEPもローピンも振りてんだ。あそうかそうか。だからマンズのくっつきでどうにか。ただ現状ポイントあるからやめるって選択肢が出ちゃいましたね手塚さんは。この曲無理しないっていうありますね、うん、リードしてるがゆえのこれはんやめですね。あそうですね。まあトーナメントだからね、現状トータルトップ目に立った手塚は受けを選択。スーチーソーマチは山には3枚お高めのドラが山に残り2枚ですね。あ1枚減った。1枚ずつ。ただ魚谷もね来そうなんですよ、うん、小さそうね、うん、魚谷さんね。おそらくチーマンジャン島ですもんね、うん、構想としては8枚引いてもスッチーソー述べたんだろうからねっていうことですよね、うん、相当スッチーソー現状で形上は現状が出なさそうなスッチーソー。古川スチーソー町リーチ山には残り2枚。古川さんね普段あんまり打たないんですけどいいリーチになりましたね。まっすぐ来られたら急走手塚さんの上がりでしたから。あ
そうですね、うん、パーソンにねくっつき狙っててチーソーだもんね。くっついてますね、うん、うん、狙い通りのチーソー引きましたが受けた後だった。さすがにね補充したくないからね、ここ5万点持って帰りたいですよね、最終戦に向けて、うん、5万点は持ち帰りたい。手はぐんぐん来るけど単品は現物、はい、あとは大谷が転敗できるか厳しいし、うん、厳しい、厳しくない。これはもう順目的にはやめですか。相当厳しい数ピンを引いてしまった、うん、やめる範囲ってあるの。やめる範囲は想像は中筋の老僧ですか、これはぐらいでしたね。うん、まあ9枚今通りましたか。相当苦しい。うわすごいね、手が、まあ、3匹切ってるんだけどどんどん来ますね、いけいけってくるね、うん、もっとやってやれっていう、すごい相撲が、相撲が来ましたが、ね、どうだ、あー積まれず。ここが配定です。あー配定にいました。内局は古川の一人転敗での流局となりました。何局三本場からの再開です。日吉の親番、日吉の目標はとにかく浮きですよね。まあ最低ね、最低浮き、うん、ただこの局はなかなかリーチじゃ下ろせないですよ。もうあお、まさかまさか、ちょんちょんここ大事、ちょんちょん引っ張る引っ張る引っ張る、ちょん何ちょん、あ三蔵三蔵、なんか微妙な本質なんだやつ来ちゃったじゃん。ピンズにしたかったかな。初チュンポイツ、第3ゲームもまだあります、うん、あーチュンもちもち、これもちもちですね、うん、なんてことだ。しかもなかなか出ない古川とのもちもち、しかもドラドラ確かに、うん、古川さんドラドラ？ドラドラです。じゃあ相当出ないね。相当出ない。まあ、古川にとってもこれは痛いと言っていいでしょう。うん、初仕掛けていきます日吉です。三千。そうそう。チュンポンの天敗取りもあるってことなのかな。チュンポン天敗取んないんじゃないですか。どうなんだろう。うん、どうなんだろうね。どうして。三千。そうか、僕三千切っちゃいそう。第3弦だけ残すみたいなのもあるんですかね。本して白引いたらスーピーニャンピン、うん、あそれあるかもね、白引いたらね。これでただ白1枚切られた。こんなのは痛くないってことですもんね。まあ欲しいのはね、うん、ドラドラ最低でも 5% 欲しいですか、本一つけてね。欲しいですね。このあしゃいだ、大地は大地は悪かったね。うーんちょっと痛い。大地は三蔵から入りたかったな。ただ古川はこれで注文しなくてもアポしない。泣かず。テンパ怪しくなってきたよ。いやもう怪しいか。チュンないんですもんね、これで、うん、あなんか嫌な予感。そうなんですよ、でも、うん、これね、チュンもちもちなんでね、皆さん、これ、テンパイすら怪しくなってきましたよ、本当に。ゆかさん4万くっつけるだけだしね。そうなんです、ドラにくっつけたらもうリーチ。いや怪しいな、これは。いやテンパイすら取れないはきついぞ、日吉。三蔵出るかも、構えは出る構えを見ました、ね、うん、今切られた三蔵ですもんね、うんうんうん、親に受けても大谷さん三蔵なんて全然大丈夫でしょうっていう感じで切ってますからね、あ残してる感じ、うん、三蔵、あこれでチートイツイシャンテン三蔵残すかもね、いいか、そう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 、よく見えちゃってるね、これは大谷も上がりたいですもんね、やっぱり、うん、勝負できたら絶対上がりたい。
あ、三蔵フィニッシュまで見てるかも。うーん、最後は三蔵相当よく見えてると思うんですよね。実際ね、日吉が統一で泣かなかっただけでね。いやー、日吉天敗すら怪しい。いいピンは筋、数ピンが切られてる。どっちがいいかをなんか比較してる感じですかね。古川は白だ。あれ角度変えてもね、見えませんか。すいません自分の角度変えても見えるかなと思って、ね、実況室で見えなくて、ね、はい、覗き込んでしまいましたが見えませんね、はい、あ、天敗、これです、これです。サブロー、マンデリーチ、ドラドラ、これは三蔵、大谷さん打つかな。あ、いい、トイツイシャンテン、うん、ブローマン、ドラドラ、サンゾが打たれる。さすがにポンですか。うん、有志天敗、換算ピン、三ピンは一応2枚、2枚。サブローマンちょっと薄そうですかね。2枚、はい、2対2。打点は圧倒的に古川です。風は吹くのか、日吉。いや、どうかな、日吉さん、ここで3ピン上がれれば、まあ、君強いね。そして天敗です。うん、行く手ではないんですよね。通せるところってあります？2万ってドラマ滝ですよね。やっぱいけないですよね、ドラマ滝。両ピンも全く通ってないですね。満対換算ピン、どっちが勝つのか、決着つかずなのか。なんだマンズ、ドーラ。さてポイント確認ですね。40ポイントマイナス。いや、行くしかないくらいのね。2局で浮きに回れれば親落としてね、そうかっていうのが選択ですか。どっちだろうね。やりますか、2局で浮きまで親落としてね、どっちなんだろうっていう、まあ一応数ピン2ピンで回れるか、一応数ピン切った後3番で回避なんていう未来もあるかもしれない。いや、それもありますね。3番、どっちだろうなって。ちょうど回るにはいい順目よね。いやー、日吉ここどうする。ただ4万ローンって言われたらもう本当に離脱。行きました。ここは歯を食いしばって勝負だ、日吉。サブローマン換算ピン、頑張った、ご褒美あるかもね。いや、あるかも。ここの実況だけじゃない、日吉そう、4番だってちょっとなんかこれはでもね、上がりないですから ね。3ピン1枚、2対2。あー、吐く、相手です。あ、じゃ あ、まあ一応相手にまたね、うん、3ピン、何局さん本場は日吉、そして古川の2人天敗での流局です。いや、ドラも行ってね、上がりまであと一歩。吉さんの覚悟は見えましたね。いや、かっこよかった。何局4本場です。親番連チャン、もうチャンスはそうないしね。ないですよね、やっぱ親落としたくない。ドラがローピン、勝ったご褒美が来て、どうだ。全部ターツだから白鳥からいくか。初が統一、ペンチーピン払いから両面二組大谷です。ちょっと大振りできましたね。そうですね、
番いいのは手塚でしょうか。ここですね、ドラメンツもある。2メンツ完成です。うい、ん、たたたた。いや、振りが大きいよね。まあ、そこがねかっこいいところでもあり、ただこれはさすがに痛いか。広志結構リーチ打ちたいんですかね。仕掛け誰、ああ広志、まあここは仕掛けて、まあ、仕掛けた方がいいね。うん、初は仕掛けて、少しでもね一番手がいいのが現状手塚さんだから、手塚さんの手を止めたいですよね。上茶にいるのはちょうどトップ目、手塚と、結構止まる牌も出てくるかもしれないですね、この仕掛けによって。いやでも良すぎる。手塚さんもそろね、覚悟を決める曲がね、どんどん近づいてるから、あの手だったらある程度押しそうですよね。相当なんか来そうな気がします。リーチじゃないしね、まだね、仕掛けだからね。そうなんですよね。いいシャンテン取りました。これは日吉さんも嬉しい。天杯だ、天杯ペン三万、ペン三万ちょっと危ないのがここですね。わずかに3万が危ない。はい、これでチートイツイシャンテン。これはちゃんと振り替えができます。ペン3万は1枚持たれてるだけ、山に残り3枚。早くこの3万上がりたいよね。早く上がりたい。次のハイパイが見たい。出ないね、古川さんからね。このキューピーは相当出ないね。もう受けのターンですね。さあ手塚さん落ち着くかね。しかもピンズの上伸ばすとめちゃくちゃ大きくなるよね、四八九で。ああありますね、打点まで。あ、いいだ、これは強いか。強い。いやでも3番も意外といるんですよ。確かに。いやただローソー危ないな。ローソーだ、手塚の上がり。ピンフドラ12000点、4本場3200。これは魚谷さんも痛いですね。手塚がここはクールに上がりを決めました。南三局へと移ります。魚谷の親番です。ドラ嘘、ドラ1枚多いんじゃないです か、 いいか、まあ、頭もできたと。うん、頭もできた。差し子の3色もある。嘘くっつけたいですね、早くね。いや早くくっつけたいです。こちらもヤンメンターツあるシャーチャ手塚です。カンローピンの引きから、いい日吉、4600点を2局で稼ぎたい。最低でも、ね、最低でも、最低ラインの話ですからね。67ポイント差っていうのは結構な差ですからね、現状の。あ、こっちでいいのか。50 61、あ、古川さん、うん、62ポイントくらいか。浮くとだいぶね変わりますからね。30ポイントくらいにはしておきたいですかね。と40ポイント差ぐらいになるでしょう。ね、行きたい。相当差がありますね。で手塚さんと同じことを最終戦でやると。これくらいならねありますもんね。現実的な条件。なんかドイツは手塚。魚谷はいいシャンテンドラ1枚浮いている。どうにかドラにくっつけたい。ルカさん単妖か。キューピンほぐしてきましたね。リャンゾーのポン、古川です。
これもまたらしい仕掛けですね、うん、ですね。あー天敗リーチか、リーチあるな、僕はリーチ、リーチしますか、はい、あーでもそっか差しがあるから3ピンリーチか3ピン何ピンでしょうね。うーんどっちもありそうですね。うーん今1300これじゃ足んないもんね。いやでも最終戦あるしな、取っちゃうな、大きく狙って僕はリーチしますね。ちなみにね大谷さんどうするか、うーん柴田さんの選択はリーチ3ピン切り大きく狙っていった大谷、うん3ピン動かずでしたね古川さんね、内定シャンテンでしたけど、なんか感じるものありましたかねちょっと、まああと短くしたくないんじゃないですか手配を。うん、いや大谷ここは勝負出たぞ、2ピン覚悟の2ピンします、もう運送くっつけるしかないみたいな、覚悟の2ピンみたいな、まあそうでしょうね、せっかくせっかくねこう組んだのであれば、うわもう降りだ、一応スリムにね構えただけですよあスリムに構えただけか、カウンソーパーソンとサブローピン、サブローピンもう両ピン残しがもう親に対してのね、うん、絶対打ちたくないっていう。さあ日吉さんは678一回8万か678三色も見つつか4号で、なるほど初使うか678か、おうわ来たリーチか、いや闇も闇線の7700大きいんですけどね、闇点な関数危ない、ここもだけど3ピン2ピン外しからのペーテだし、あれスースーいるじゃん、スースーは2枚十分ですよ、十分、あ単4もついた、単4までついてリーチ だかっこいいな、かっこいい魚谷海山には残り2枚、あとは積もるだけ、いやこれ関数層で2枚あれば十分でしょう、十分すぎると思います ね見た目3枚ですもん ね、これ積もったらすごいですけどね、うん、イースーピンテンパイから一旦テンパイ外して関数層積もだー、リーチタイヤオツも3色ドラ1は6000ゴール、いやすごいね、かっこいい、しかも4万引いてね6万になるのかなってからのリーチと高くなってアネマンツもこれはすごい、魚谷大きな上がり決めました、南三局一本馬、そして途中の点数こちらです、もう三つどもえですね、これは誰が勝ってもおかしくないそんな状況になりました、南三局です、来てますね、これは。これは来てるよね。これを風と呼ばずに何を風と風取っちゃったの、これ風取りましたね完全に日吉の元に来るはずの風が、いやーでもイースーピン外して、いや見せますねあの感想は、大谷の手配です、6000オール積もって浮きまで来ました、もう日吉さんは相当ですか、かなり苦しくなりましたか ね3人に対して勝たないといけない、やっぱり浮きたいね、最低でも浮かないと最終戦相当きつくなっちゃうんで、うーんやり返し、ピンポンしてイーシャンテンドラ1です、大谷単葉ドラ、古川初ポンしていますね、これは日吉にとってはどうなるのが最善なんですかね、最善、うーん難しいね、まあ古川さんなんかもう浮かなきゃとりあえずですけどね、とりあえず浮かなきゃですか、古川さんにまくられるのは早い、天敗サブローマン、とりあえず古川をかわしては、かわしてるんですけどやっぱ浮かないとね、かわして浮いて終わりたい、
大谷さんはなんだろうね、サブローマン。スーピン引いてリンシャンツモがいいね。あ、いいですね。スーピン引いて関してリンシャンツモ一番高そうです。一番相手がやってらんないやつ。心がね消耗する。日球じゃ済まさないみたいなね。実際スーピン引けばスーピンありますね。うん、3枚いる。大谷もこの浮きをね結構もう確固たるものにしたいですよね。あ、これ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 、あれチーピンを冠してサブローマン3枚いますよ。まさかまさかまさ か, まさか、ちょっといそうでしたがローピン、打点は上がりました。数万引いて転敗換算ピンか、換算ピンはそこまで大谷さんがねローピン切ってる分ちょっといいかもね。うん、1枚切れ山に残り3枚3対3、うん、いい勝負です。大谷はでも3ピン1枚耐えますか。そうね、念のためローピン切りそうです ね、うん、チーピン噛んだしね、ローピン3枚見えてるし、嫌なところよね、うん、古川さんに対して。でもね、ただいらない、切るしかないし、古川も天敗換算ピン。現状は古川対魚谷の構図でしょうか。日吉もいいシャンテンまで来た。古川さんね、こういうのサブローまとめたりするもんね。うん、ありますね。なんで止まるのっていう。いやでも相当通ってきましたから。そうなんですよね、だからだいぶサブローマンの2面の可能性高いですもんね。ロンダ古川が上がりきりました。初ドラ1 2000点、1本は2300です。古川から手塚からの上がりですね、うん、古川さん、これで3着浮上です。3着浮上の古川、手塚さんどこ見ればいいか難しいよね。魚谷さんがね、現状3番手だからね。どこをね、フォーカスしていくのか。第4局です。オーラスドラチーマン古川の親番です。今の上がりで再度古川がトータルトップ目に立ったでしょうか。あ、2000点直だしね。2000点直で、日吉は非常に苦しいポジション、うん、70ポイント近くこのね2人と離れてしまっています。ヨーダニはペイのポン、うん、やっぱり沈んじゃう可能性あるからね、この曲1曲で決めたいですよね。ヨーダニさんは浮きでね終わらせたいですよね。ヨーダニ手塚の手もいいです。いいですね、三蔵引きたい役割でね、闇点十分に考えられる。いいシャンテンくっつき間に合うか。手塚もいいシャンテン、どうだろうね。三蔵もまだいるね、結構三枚のカーテンが差しやつ、ね、ああこれは両面嬉しいですね。どうする、先にチーピンしますか。危険そうなチーピンから、ね、あ三蔵痛いね、この213ね痛いですね。いいシャンテン古川、古川が来るのか。手塚そして大谷の勝負なのか。激痛やん。いや痛いですね。ただこれで天敗ペンカンチーソー、あれパーソーどうする、どうする、パーソー5発かさすがに、うん、ポンはせずにペンカンチーソー維持か、はい、ポンするとウッパーソーなんていうね。
ありましたが、イーピンを動いた元気にポンしていきました。古川サブローマンテンパイ、チーソーもいますよ。チーソーもいますね。はい、チーソーもいます。3枚います。チーソー、まあただ積もったのは古川です。なん700オールの積も上がり。少しでも引き剥がしていく、ね、大谷さんと手塚さんが早そうに見えたんですけどね。そうですね、古川さんね、速度を合わせたっていうのかな。なんかすごい一気に追い越しましたからね。うん、早いと思われた2人を一気に追い越して上がったのは古川。南四局一本バレンちゃんです。ドラバローソー役はなさそう。現状はなさそう。そして手塚両面2組ドラ1枚日吉です。うん、チートイツなどでしょうか。そうね、名本チートイとかに仕上げればね、浮きまで見えますもんね。一応ハネマンで浮きますからね。はい、日吉はハネマンで浮き、一気通過見えてきました手塚です。まあでもハネマン上がれないにしろ古川さん超えとくのもありですよね。うん、古川さん大側なんで追ってるわけで、古川さん超えとくとだいぶね緩和されますかね。うん、イーシャンテン手塚です。一気通貫イーシャンテンこの構えはその古川より上っていう、うん、最低ラインですね。そこはね本当に仕掛けられなさそうな手牌。古川です。差が詰まりますからね。そうですよね。うん、抜くだけで4ポイントは変わります。初重ねた魚谷、313か。1000点はねなんとか耐えられますけど、1000は1300は耐えです ね。それ以上はダメと。うーん、吉さんも単用で伸びてきましたね。本一かなと思ったんですけど、最初のハイパイはね相当悪かったですからね。もういつもありそうでしたが、ドラを引きました。日吉こちらです。単用で伸びてきた。初はポンしていきましたね。魚谷です。このままどうにか浮いて終わりたい。うん、古川が来るか。なんか徐々に育ってきています。そして2つ目の仕掛け、初ポン6球装置、イーシャンテンです。これはつも切りかな。うん、チーソーマネ引いたらねペン3枚払えばいいだけですからね。そうですね。ヒヨソーも一歩前進。ドラ使いたいからな。3ピンなんてのもあるかも。3ピンチーだね魚谷さんね。そうですね、3ピン切るとチーしてテンパイか。さすがに街は悪いですけどテンパイ大きいですからね。うーん、短期でテンパイ一旦取って、手塚さんある程度いかないと古川さんおやきね続いちゃうからしょうがないか。あ、そしてこれは振り点ピンズでしょうね。うん、3ピンか2ピンか。おー、2万、まあ、チーだ。これもチーだ。これ数ピンか。チーしてテンパイ2ピン短期。大谷上がれば浮きでこの半チャンを得ることできます。2ピンはないけど、ないんですが出る可能性十分あるよね。そうなんです。日吉がね、もしかするともしかする3万合わせるか、合わせず
それ三問は手塚さんチーするかな。なんか難しいですよね。あ、テンパイ。いや、これは取らないんじゃない。漫才、あ、缶チーズにした。ドラは絶対使う構えですね。うん、そしてスーピンの次リャンピン。地獄待ちにしましたね。地獄のいいピン短期。うん、この彼安全度ありますからね。よっぽどいい牌引いたら買えるんじゃないですか。全員に対して非常に安全度高い牌ですよね。うん、わあ、これは。今通ってるからな。リャンピンもパーピンも取ってる。いいピン詰まった。すごいね。魚谷の上がり。初300、500、一本場、400、600。以上の結果をもちまして、4回戦トップより手塚。2着です。浮きです。魚谷。3着、古川。4着、日吉の順で終了となりました。続きまして最終5回戦です。